それではどうぞ。すみれちゃんです。それでは翼をくださいという曲、皆さんご存知かと思います。よかったら一緒にね、みんなで歌いましょう。Thank you.
でしょなんかほら宣伝することとかなんかあればはいどう、来月の4月から全然これは関係ないんですけど楽天の開幕戦から英語の実況をラジオの実況になりましたなので今勉強中ですけどもしよかったら聞いてくださいよろしくお願いしますありがとうございますすごい英語でやるんですか？うん、ペラペラなんですよ。なんかあの英会話の先生曰く彼女の英語は完璧らしいんです。ね。メジャーリーグ中継みたいな感じで聞けると思うので。なんかあのすみれちゃんはね結構ボランティアでね被災地に行ったりなんかして頑張ってるんですよね。でまだ私今日実は会うの2回目なんですけどとてもそういう話でね意気投合しまして今日ご一緒させてもらいました本当にありがとうございましたじゃあゆっくり楽しんでいてくださいそれでは、ここからはね、バンドのみんなを呼び込んで、賑やかにやっていきたいと思いますではメンバーの皆さんステージへどうぞしゃべれて すいませんねなんかこんな感じであれですけども今日今あのほら一生懸命譜面並べ替えてるゆうやくんねベーシストのゆうやくんは大崎の方から3時間かけて3時間かけてね私のためにねベース弾きに来てくれたんですよねね、ありがとう本当にみんなもね多分ここに来るまで結構大変だったと思うんですけど私も30分で来るつもりがまあ道込んでても 4,50 分で着くだろうと思ったところ1時間半かかりましたからねびっくりですね自転車で10分で行ける距離をもう気づいたら40分ぐらいかかっててこれまずいなと来たんですけどねカバー曲松本かなのカバー曲違う松本かなのカバー曲じゃないな松本かな本人だね、オリジナルそうなんかね私のねオリジナルの曲を気に入ってくれてる人がいてうちのお母さんのレコード屋が入ってるショッピングモールアウトレットがあるんですけどそこの清掃のおばちゃんが私の曲を気に入ってくれて弾き語りなんかギターを始めたから弾き語りをしたいんでなんか譜面を送ってくださいみたいなお母さんにギター弾きたいっていうけんちょっと譜面送ってよみたいな感じで言われてそのためにね書いた譜面を今みんな使ってるんですけど送ってなんか一生懸命私の曲を練習してくれてるらしいです弾き語り嬉しいですね自分の曲がカバーされるっていうのはねはいまあそんな、今日は私のオリジナル曲と、まあ用法いろいろカバー曲含め何曲ぐらいやるんだろうまあたくさんやりますんでゆっくり聴いてくださいジャックはなんかどれでいいですねはい、お待たせしましたそれでは、1曲目ねまず洋楽のカバーから聴いていただきたいと思います、皆さん
カーペンターズのナンバー、スーパースター、演奏すごいね、うまいね。誰？いやもう。どの立場？CD みたいと思って、もうなんか感動しちゃうよね。なんかつくづく、私って愛されてんだなみたいな。演奏から愛をこう感じ取るっていうね。コードの。そうでもないの？まあみんな照れ隠しでそんなこと言ってますけど。それではね、次はあの明るい曲一曲聴いてもらいたいと思います。日本の、多分さっきの曲と年代は近いものがあると思うんですけど、日本のね70年代アイドルだと思います。みんな知ってる曲だと思うんですけどね、太田裕美さんの木綿のハンカチーフ。みんな不安そうな声上げてますけど、俺迷子になったらごめんなさい。
大丈夫じゃあ聞いてください。おめのハンカチーフ。はい、ストップすいませんね、こんな感じで進めていくんでね、ちょっと時間が大幅にオーバーするような可能性はあるんですけどもまだ息上がってんじゃないI'm sorry.
じゃあちょっと私もギターをね、たくさんのギターを弾いてね、大好きな曲をね、やりたいと思います。昨日ね、昨日もライブだったんですけど、昨日もこの曲やってね、さだまさしのコスモスっていう曲なんですけども、昨日これ2枚あるじゃないですか、この譜面が、コード譜が、これをね、左右逆に置いちゃって2番から歌い始めちゃったっていうね失態をしてしまったんですけど、A メロが3回繰り返したそうそうそう、2番、2番、1番、1番みたいな感じで私多分立って弾けないんだけどまあいいか、いろいろ、いろいろ問題ですじゃあ、私はまだ残念ながら嫁には行けてませんけども、愛媛をね、立つ日にお母さんが見せた表情をこの曲をね、聴いてると思い浮かべます。心配いらない。
神が降臨してるんでしょうがないですよね。我々の神が。はい、それでは、オリジナルのね曲なんですけども、2曲続けて聴いてもらいたいと思います。はい、1年半前にね仙台に引っ越してきまして、私の歌で仙台を元気にしてやろうみたいな気持ちで来たわけですけども、まあ仙台越してくる前に東京から震災以降、気仙沼とか石巻にボランティアで結構来ていて、でその時にライブをする機会を何度か設けてもらったんですけども、そのライブでですね、私のオリジナル歌っていいよみたいな感じで言われるんですけど、明るい曲がなくてですね、暗い曲ばっかりなので元気にできないなと思って、ちょっとみんなにね元気になってもらえる曲を作ろうと思って、書いた前向きな、ね、曲になります。Peace to my dream というね曲を聴いてもらいたいと思います。ちょっとなんかほら英語完璧な人いるからさ、でたらめ英語バレちゃうけど、まあその辺は気になさらず聴いてください。 Peace to my dream。I'm not afraid to die.
コンパスを使いました。もうね、だいぶ何曲かやりましたけど、メンバーを紹介しとこうかと思います。今日こんな私のために演奏をしてくれている方々を紹介いたします。オンドラムス、井田智也。井田さんももうすぐ仙台去るんですよね。5月いつか。5月ぐらい。地元というか、生まれは北海道だけど、東京が家で戻りますってね。東京で再会したらまた一緒に音楽やりたいと思います。そしてオンベース、村岡優也。彼とはね、もう一つ別でオールディーズのバンドを一緒にやっておりまして、なんとベースがこの優也くんなんですけど、ギターが優也くんのお父さんっていうね、親子でオールディーズのバンドやってますね。26日リメンバーでね、また一緒に演奏しますので、よかったら遊びに来てください。若いんだよね。若いの、この人。若いのよ、オールディーズとかやってるの。何歳 ?22?22 22歳がね、フィフティーズとかやってんだよ。50年代とか。そうし。はい、そして、オンギター、山田智弘。イエイ。サスペンスみたいな顔してますけども。京都出身からの東京を経て仙台へ来て、仕事をしてるのに心臓を患い入院して、その後音楽活動をね、頻繁にやり始めたっていうね、そんな山田です。はい、山田智弘です。はい、そして可愛い子ちゃん、オンピアノ、泉山美鈴。美鈴ちゃんとはね、聖歌隊チャペル、結婚式のチャペルで聖歌隊を私やってるんですけども、そのお仕事の時にオルガンでいつも弾いてくれてるわけです。ジャズとかも結構すごくて、もうなんか何でも弾いちゃうんです。すごいですね。みすちゃんも23、4になったばかり。まあみんな私に若いエキスを吸われてだんだん老けてくるんですけど。それではこのステージね、あと3曲なんでね、ちょちょっとやっちゃいますかね。はい、では J-POP な曲を1曲聴いてもらいたいと思います。やっぱり J-POP といえばね、私は90年代が全盛期じゃないかなと思うんですけど、昨日ね、カラオケ夜中ね、ヤンマだと解散した後ね、カラオケしてて、朝の4時頃5時ぐらいまでやってたのかな、一人で。で、93年特集やってたらこの曲が入ってたんですよ。あ、違う、92年特集だ。だからこれ1992年の曲だと思います。牧原紀之さんのね、もう恋なんてしない。です、聴いてください。
ね、このステージ最後の曲にしたいと思います。さっきあと3曲やるって言ったんだけどね、ちょっと結構な時間がかかってるんでね。最後は私のオリジナルの曲で締めたいと思います。まだねこの後ステージ続きますので、ゆっくりしてってくださいね。それでは聴いてもらいましょう。初恋をね思い出しながら、さっきは失恋ソングでしたけどもね、今度はあの恋の始まりを可愛く書いた物語を聞いてください。スイートメモリー。始めると思いますので、しばしご観覧をお楽しみください。